はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクス、続きをやっていきたいと思います。現在ですね、ラムザの状況ですね、ジョブはナイトになってます。で、アビリティの方がオートポーションを覚えましたので、オートポーションをセットしてあります。で、オートポーションというのはダメージを食らうと一定の確率で、まあ、ポーションでね、勝手に回復してくれるという優れものになりまして、じゃあその確率っていうのはどれくらいの確率なのかというのが、まあちょっと右上の、ラムザっていう名前があって、その下に職業のナイトっていうのがあって、さらにその下のブレイブとフェイスですね。で、そのうちリアクションアビリティに関してはこのブレイブの値がそのままパーセンテージになってきますので、現在ブレイブ70ということで、ダメージを食らうと 70% の確率でポーションを使ってくれるということになってます。まあ、結構確率は高めだよね、そう考えると。まあ、これ100にはねちょっとならないんですけれども、限りなく100に近づけることができれば、もう90を超えればねほぼほぼ発動してくれるので、ちょっとねブレイブも上げてはいきたいんですけど、まだちょっとブレイブを上げる手段がないので 70% でいきたいと思います。で、ナイトではあるんですけれども、ちょっと今のね魔法都市ガリランドではナイト用の装備が売ってないので、まあ、ロングソードとバトルブーツしか装備してませんということにはなりますけれども、ちょっと次のところですね、ここのイグーロス城に行くとナイト用の装備が売ってますので、ちょっとこっちまで行きましょう。ここで敵が出るとマジ終わるんだよな。出た。で、このゲームって、まあ、こういうそのフリー戦闘のところの敵の強さはですね、まあ、ラムザのレベルに依存していると思いますので、多分平均値とかではなく本当にラムザのレベルに依存してるっぽいですね。なので最初のね、マンダリア平原なんですけれども、決して敵は弱くないと、むしろ強いんで、ちょっとここはスルーしたいと思います。イグーロスに行きます。 OK で、イベントですね。だからもうバイト君とかマジ超弱くて全く役に立たないですね。初陣を勝利で飾ったそうだな、兄として嬉しいぞ。他の重臣の方々もさすがベオルブ家の血を引く者と褒めて おいでだったぞ。重臣の方の方が偉いんだね、褒めておいでだったぞって言ってるから。お褒めの言葉ありがたく存じます。エルムドア公爵の馬車が襲われて誘拐された。ザルバックに捜索隊を出すよう手を打っている。身代金の要求もあろう、公爵殿が生きておいでならばな。ベオルブ閣下、私に100の兵をお与えください。こんなやつに100の兵なんて与えないだろう。お願いします、奴らに殺された仲間の仇を私に。手を打ったと申しておる、それが分からぬわけではあるまい。ここはキコーラが暮らす土地ではない、ガリオーヌのことは我らに任せておくことだ。身分をわきまえぬか、アルカス殿。一兵卒に過ぎぬことを忘れておいでか。騎士の称号を持ってないんだね。まあそう言ってたからね。で、このイグーロス城の警護についてくださいと。危険がこの城にまで及ぶことはない。まあ、やることはなさそうだよね。じゃあ見張りも大変だよね、何もやることないからね。アルガスの家も、昔は尊敬される家柄でしたと。50年戦争の時にじいさんが捕まった。で、じいさんは自分だけ助かるために仲間を撃ったと。で、敵の城を出た途端背後から刺されて死んでしまったと、見習い騎士に。そんな話をじいさんの仲間だった一人が命からがら脱出してきて方々に吹いて回った。親父は信じなかった。でもみんなはその話を信じたと。みんなが信じたってことはさ、普段からそういうやつだったってことだよね。まあ、この世界はやっぱり身分ですからね。ティータ。これさ、なんか作りとして欠陥じゃんな、ジャンプしないとこっちまで来れないじゃん。ガリランドでは盗賊どもを蹴散らした。
亡き父上も喜んでおいでだろう。ディリータたくましくなったな。そうか、まだレベル1とかだった気がするんだけど、ディリータって。ゆっくり話したいところだけど、盗賊狩りと。いちいちジャンプしていくのか。身代金の要求があった。どうも腑に落ちないことがある。ムクロ領団は反貴族を掲げるアナーキストだが、貴族やそれに仕える者たち以外には手を出さないという義賊だという。そんな奴らが金目当てで公爵殿を誘拐したとは考えにくい。情報収集のために放った草が戻ってこない。大事に巻き込まれたと考えられるが、草ごときに捜索隊を出す必要はないと重臣の方々はおっしゃる。あ、結局決定権は上の人なんだね。消息を絶ったところ、ガリオンデの東ドーターという名の貿易都市。城の警護なんぞ退屈だぞ。そう思わんか。焚きつけるね。すまない、僕らは行くよ。勝手に行っていいんだ。一応ダイスダークからさ、ここの警護を任されたのにさ、もう一瞬にしてじゃあ行ってくるわみたいな、まあ、あまり重要な命令ではないのかね。ティータはああ言ったけど、本当は身分が違うってことで学校でいじめられることが多い。ティータのことは大丈夫よ、私がついてるから。母さんは多分もう早々に亡くなってるんだね。さて、こっからまた道が伸びて、ただイグエロス城ちょっとショップを見て装備を整えましょう。試着室で、まずはちょっとラムザだね。最強装備これで、縦のエスカッションと、ブロンズヘルム、そしてリネンキュラッサで、これ強い兜とか鎧を装備するとついでにね、ヒットポイントも上がるんで、ヒットポイントプラス40ですね。今54なんで、一気に倍まではいかないけど 1.4 倍くらい、違う違う、 1.8 倍くらいにはなるか。すげえな、まあ、1500円かかるけどね。どうしようかな、アラガスとちょっとディリータ使っていきますか。で、ちょっと待ってね、こいつらもジョブチェンジできるはず。んー、ディリータナイトになれるね。弓使いもあんのか。アルガス弓使いとナイト、じゃあディリータナイトにしよう。なんか一人旅するとか言っときながらさこいつら使っていくからね。いや、最初はちょっとほんときっついと思うんで、形が完成するまでは多分相当きついと思うんだよね。さて、ではちょっと試着室で、ディリータもナイト用の装備。ほい、金が減っていく。アルガスも、ボウガンいいね。1800キロ、結構金あるなと思ったけどすぐなくなるな。で、オートポーション用にちょっとポーション買い込んどこう。20個くらい買っちゃっていいや、金なくなるけど、まあ、44個で、あの緑のランダム戦闘はしたくないんで、セーブをして、で、敵に会ってしまったらもうしょうがない、リセットします。さて、ここからじゃあ一気に、スウィージの森に行きましょう。 OK。 なんとなくだけど体感 30% くらいなんだよね、戦闘を遭遇するので。ここはもうラムザ一人で行きます、そのまま。多分大丈夫だとは思う。あのオートポーションの発動確率が全てなんだよね、ダメージを食らった時に。どんだけオートポーションが発動してくれるかによる。 70% だから。こんなところでモンスターと遭遇なんてついてね。
公約内あるが城の警護よりはマシさ。命がかかってんのによくそんなこと言えるな。モンスターがどれくらいいるかだよね。基本町のところまではモンスターは来ないからね。やっぱり人の集団のところはなかなか入り込めないんだろうな。ディリータアルガス、弓の射程範囲がどれくらいなんだ。どうしよう、引きつけようかな。次自分が動けるんだよね。てか俺一番遅いじゃん、ナイトだからか。てかディリータもナイトだよね。57、正面からいくか。 81%、 カウンター食らった時はポーション使ってくんないんで切って24。ちょ待って、やばくね、こんな食らうの。ポーション1回分くらいじゃん。これ発動しない時があったら相当きついな。ちょディリータとこれアルガスいないと無理だったね。いやよかった、ちゃんとなんかこう装備整えておいて。いけディリータ、え何してんの届かない、もしかして。アルガスは弓、けやばくね。あ、ちょっと弱いやつを狙ってくれるか。回転パンチ、これ2人食らうんじゃん、もしかして。位置取りが悪いよ。だがこいつはちょっと盾として機能してもらうしかない。20、ポーション発動しろ。おガードした、 OKOK、 さすがナイトで敵の数を減らしていこう。やっぱり30倒せんね。オッケー、まず一体始末で、まあ、ラムザ一人で行く利点はもう経験値とジョブポイントがラムザに集中するところですね。分散しないんで。ボムとかってなんかファイヤーみたいなの撃ってくんのかな。今んとこそういう気配はないよね。敵多いな。ディリータもう結構3分の1くらいヒットポイントが減ってんだけど。よし30、でかい。アルガス火力がないんだよね。弓離れて攻撃できるっていうのはすげえいいけど。一応ジョブレベル上がったな。チャージ覚えさせようかな。てかポーションくらい覚えさせとこう。28も食らうのか、やべえな。あと一発食らったら死ぬんじゃん、ディリータもしかして。ランザさすがにちょっと早い。25倒せるか。30いいね、大体30くらい渡るか。よし2人目、アルガスも、うわあと2発で死ぬ。まあ、でもだいぶ逆に立ってくる。これラムザ1人マジ無理だわ。これアルガス死んだ。まあ、イベントキャラクターなんで完全に消滅することはないんですよ。やべ、すげえ不安になってきた。ディリータ10か。で攻撃はしてくれるよね、まあ、火力は高いからね。25レベルが上がった。ようやくレベル2だよ。20ポーション発動しねえ、マジか。50こいつ倒せる。29か、後ろから行けば倒せるかな。横とかもダメージは確か関係なかったはず。30当たるね、 OK。 数を減らす、ジョブレベルアップ。18、これオートポーション発動してくれればかなり回復がはかどるけど。来た30OKOKOK、 プラスが出たな。どっち、多分倒せる方からね攻撃していくから。これでディリータが死んだ。あと3体か。誰かがヒットポイント減ってたよね。こいつ5しか減ってね。こいつが減ってるか。何こいつゴブリン強くね。レベル8、レベル8、なんか俺と変わんねえじゃん。モンスター系は自分のレベルと変わんないのかな。カウンターがきついんだよね。
とりあえず攻撃しよう、後ろ。いって18。最初にオートポーションが発動しなかったのが痛いな。これで18のポーション来ねえ。ことごとく外してるな。26で20食らうのか。これ発動しないとかなり危険。よし、 OK。 プラスがね出てくれればね。ただ回復しただけだから言っちゃえば。あ、魂がそろそろ消滅するな。これクリスタル回収されるとすげえ厄介なんだよな。全回復されるからね。でここって当たる、ちなみに後ろから行って30当たね。よし、 OK。 なるべく後ろを取られない位置取りにしよう。20ポーションプリーズ。ゲー、やべえな。これラムズアイテムにしときゃよかった。宝箱回収された。宝箱をクリスタルになってくれると自分がな、おまじないだって自分に効かないから。これガッついらなかったな。アイテムにして自分でもポーションが使えるようにしとけばよかった。ちょっとここ陣取ろう一回。こいつはちょっとクリスタルに変わることを祈って、いくつ食らう ?20 食らったら死ぬじゃん死んだわ。いや、むずい。これはでもリベンジだな。クリアできなくはないと思うんだよね。やっぱりオートポーション、オートポーションが全てだ。じゃあちょっと一回魔法都市ガリランドでセーブをして、もうすぐスウィジの森に行けるようにしてます。で編成、ちょっとアビリティ関係を変えました。ラムズはですね、ガッツからアイテムをセットして自分でもポーションが使えるようになってます。で同じ感じでディリータもアイテムにしてポーションを覚えてます。てか初期で覚えてた。でアルガスもアイテムにしてポーションが使えるようになってますと。もうとにかくポーション命だから最初は。ではリベンジ、スイジの森第2戦目ですね。初期配置これでいいよね。別に初期配置は一人だからね、そんな関係ないと思う。オートポーションもうちょっと発動率上げたいよね。ブレイブだから90とかまで上げたいんだよね本当は。ここら辺の会話はもう聞いたんで。最初どうしようかな。ディリーターとアルガスが若干前に出てくるから自分それに合わせて待機しとこうか。でこいつが動いてくるのも順番的には変わらない。いやでもやっぱ敵を減らすっていう意味だったらラムザ前に出した方がいいな。なるべくディリータとアルガス長生きしてもらおう。いて、おーいいね、ガードナイトいいわ。ちょっとナイトからジョブレベルが上がると文句になれるんですけど、文句はね、装備が貧弱なんで、確かに多分火力は高いと思うけど、8とか、ダメージね。これ余裕だな。そして発動。で、全開。OK。今のところいい流れ。これナイトで長期戦仕様にした方がいいね。防御を固めて、なるべく死ににくくする。よし、 OK。 なんでこんな時にクリティカル出すんだ。経験値がディリーターに行くのはしょうがない。 OKOKOK。 いいね。ちょ、形的にはノーダメ今のところ。でゴブリンなんだよね。めっちゃ強いよねゴブリン。間違えた、こっちじゃなくて先にボムを始末する。始末できるやつから始末していきたい。このモンスターあとカウンターを持ってるからね、まあ、それがなるべく発動しないでもらいたい。カウンターにはオートポーション発動しないんで。タックル
15。オッケーオッケーオッケー、いいね。まだまだノーダメージだよ。最悪4人に囲まれるからね、4人からタコ殴りにされるっていう。でこいつはもう倒せるな。お、ガードしてくれた、すげえいいわ。今回ついてるな。だいぶ運の要素高いよね、そう思うと。ゲ、毒とかやばくね、マジか。おお、ミス。よしよしよし、毒消しは使えないからね、覚えてなかったと思う。一応そこら辺のものも覚えさせるか。誰狙うのこいつ、やっぱ弱いやつから、倒せるやつから攻撃していくね。ボム いける？ちょっと角度的に、よし、ほら、いけ、行ってくれた。グッ。33目だった。あのゴブリンなんとかティリータで排除できないかな。いいね、ガードした。この盾ってそんなに回避率高くないと思うんだけど、これオートポーション発動してくれれば。お、そもそもガードしたか。でも食らってオートポーションが一番美味しいよね、プラスで回復するから。結局よし、今のところはこいつら狙ってくれる。多分ね、横に対して盾はね 10% の確率で回避してくれると思うんで、しょうがない。あいつがデコイになってる間に、俺はあのボムを始末する。あ、もしかして回復する。おお、いいね、タフだわ、タフさが増したね。で、アルガスは遠距離攻撃。あ、ボム倒してくれ。よしよしよし、もう経験値とかいいよ、上げる。24か、すげえ手に入る。レベル差があるからね。で、攻撃してカウンターもらっちゃうよりは、こいつあれだな、なんか宝箱とかクリスタルになっても回収したいから、一応。あ、毒消し使えるじゃん、最初から覚えてんだ。そう、ハイポーションはね、なんとなく覚えさせた。まだ無意味だったよね、あのオートポーション自体は。別にオートポーションさえ覚えてればハイポーション使用してくれるんで。ただ今ポーションを持ってるんで、使用するポーションは多分下位のものから使っていくんですよね。だからポーションがゼロになればハイポーション使ってくれるんですけど、ハイポーションがまだ売ってないんでね、そこはちょっとしょうがないところがあるけど。よし、こいつらがデコイになってくれてる間に回復するか攻撃するか。アルガスもポーション自体は使えるからね、ハイポーションとか使うなよ。ディリータも回復役だな、完全に。ダメージ自体は、そうか、ディリータが回復してアルガスが弓を放つ。こうすると、まあしょうがない、クリスタルだ。ちょっとこれは結局回収されると回復されちゃうんで、ちょっとターンが無駄になるけど、これってやってアクティブターン、そうだよね、あと敵がもう動いてくるからもったいないけど自分で回収しちゃおう。でヒットポイントとマジックパーを回復と。これ敵に取られると相当厄介なんだよ。でポーションはマイナスだね、15とあっても、あるいはあの位置だったら食らわないか。そもそもいや、最初にガードしてくれたのがだいぶ効いてるな。ちょっとダメージにはなってないけど、あ、これ死ぬもしかして。あ、まだ死なないか。いくつだったヒットポイント、まだ22あるじゃん。攻撃に走ったか。うん、お、おー、いいね。いや、これガードできたのマジでかい。で、あのゴブリン攻撃して OK で、俺が攻撃すればあのゴブリン始末できるはず。後ろから行く、もちろん。忍者ゲッ、倒せねえ。このゴブリンマジ強えんだけど、何なんだ一体。
次にデニータ食らったら死ぬか。いや、だいぶ役には立ってくれたな。18ポーション、よし来た。いいね、ポーションの発動率今回かなり、てか確率自体がめちゃくちゃいいぞ。あ、デニータ、いいねいいねいいね。今回はこのジョブの編成が良かったね。ジョブとアビリティが、てか普通に1人とか本当無理なんだけど。これでゴブリンにします。でどうしようかな。こいつにクリスタル取られるのもちょっと尺だから、ここで攻撃をしよう。もう 82% しょうがない。痛い。あそこのクリスタルは回収されないよね。毒 33% 毒ったか。あー、もうそれはしょうがない。あ、早いね。あ、ラムズ早いな。ちょっともう回攻撃しとくか。来て、結局なんかマイナスになってんな、ヒットポイントが。お、ポーションで回復。毒ってどれくらい減るの？ 10% くらい減るのかな。最大ヒットポイントの最大ヒットポイント79だから8とか。うわ、9か、結構減るな。ギリギリ倒せないんだけど、このゴブリン。タックル、痛い。18ポーション、よし来たー。いいねー。こいつはもう追っかけて倒す。で、あのクリスタルほっとこう。あいつはヒットポイント全開だからね。いいいい、全然いい。ひっかく、ポーションは発動しないか。52、まだ大丈夫だな。こいつを後ろから確実に倒して、残りあの狼みたいなやつだけ。毒消し、毒消しって何個あったっけ。そんないっぱいなかった気がする。いいね、デニータジョブレベルアップ。まあ、ナイトはね、別にそんないいアビリティがあるわけじゃないんで。精神統一が欲しいな。ちょっとやっぱミスが目立つよね。どうしてもヒットポイントの低さもあるけど、ただ遠距離で攻撃できるのは本当魅力だよな。これ30どうしようかな。ちょっとポーション安全に行きます。安全に行く。ここまで来て死にたくないし。いいねいいね、ポーションこれでさ、ちょっとレベル上げ的なことする。こいつらもあのイベントバトルじゃないとこいつら出れないからね。しっかり回収してんな。あ、そして弓、強え、マジ強え。このレッドパンサー、どうしようかな。今ちょっとランザのステータスどうなってんの。ナイト、ナイト2か。ナイト3にしてえな。ネクスト400、トータル318。ちょっとこの1体で稼げるだけ稼ごう。申し訳ない、稼がせていただきます。じゃあもうちょっとこいつを殺しにかかりましょう。ナイトがねレベル3になったんでもういいでしょう。
毒結構きついな。アルガスを狙い始めた。多分ディリーターで攻撃して終わりかな。あ、毒治った、回復してる。ちょっとでも経験値を稼ぐ、いいね。そういう意識が重要だよ。レベル3か。レベル1上げるの大変だなこれ。横から行けば多分 100% にはなるのか。正面だとちょっときついね。この森を抜ければドーターまでもう少し。おっしょ、買い足しとこう。4200円入ったか。金はやっぱそれなりに手に入るんだけど、ちょっと一回戻ってガリランドでポーションを買い足します。今のところ一人だけだからね。だって使うの、あ、一応毒消し、まあ、3つくらいあればいいかな。3つだけ買っとこう。でポーション、これすげえ使うからな。20個くらい買っとこう。40個くらいストックしたいよね常に。フェニックスの音かどうなんだろうな。でちょっと編成だけ見て、一応3になったんで文句になれるはずなんですよ。文句にはなれるんだけどね。多分そうだね、ヒットポイント69まで下がって、服とバトルブーツはちょっときついでしょう。あ、ていうかこれさ、防御力とかじゃなくて、今思い出したけど多分防御力とかないんじゃないかな。その装備してるものでただヒットポイントが上がるから。そうだよね、防御っていう値ないよね。ない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 。で少しだけちょっと説明見ます。なんか見れるかな。 AT とか CEV とか SAV、AAV を見たいんですけど、CEV が 20% ってことは前からの攻撃に対して 20% の回避率で、 SEV っていうのが横からの攻撃に対しての回避率、これ0で、 AEV っていうのが後ろからの攻撃に対しての回避率ですね。基本的に SEV が正面と横の回避で、後ろも回避したいときは、今バトルブーツを装備しているアクセサリー的なものをマントにしてね、回避率を上げないといけないん でちょっと文句アビリティだけ見ようか。184は溜まってるね。波動拳とか、これ確か遠くの敵を攻撃できたはず。そうだね、射程3、これ悪くないんだよな。連続拳、裏回し拳、これが1回転だから自分の周りにいた時か。地裂山、これは一直線。ただ文句はね、確かにアビリティは悪くない。ハメドルとかね、攻撃されそうになったらその前に攻撃する、まあ、反撃だよね。で格闘は文句と同じ素手の攻撃力で、ヒットポイント回復移動、これってどんくらい回復するんだっけな、もう忘れちゃった。ただ文句ちょっと今のところ装備が貧弱なんで、もう少しナイトで頑張りますか。でナイトアビリティがねちょっと微妙なんだよね。ヘッドブレイクとか、これ装備を壊すだけだからね。で武器装備ガードっていうのもあるけど、これだったら、まあ、武器で回避するよりはオートポーションを使った方がいいでしょう。で重装備可能、まあ、ここら辺は今ナイト、そもそもナイトだから全然必要ない。剣装備可能、どうしようかな。まあ覚える必要はないよね。でムーブアビリティはないんで、ちょっとラムザこのままだな。でディリーター、一応ナイトがレベル2か。武器装備ガード覚えさせておこうかな。じゃあちょっとアイテム紙にはさすがにできないんで、オートポーション400もかかるからね。だったらちょっとナイトの武器装備ガード、これを覚えさせよう。何もセットしてないからそもそも。で武器ガード OK。さてそこから、あ、武器装備ガードは横も入るか。今 SEV、 あ違う、こいつはもともと縦装備してるからだ。で魔法の防御力が 3%、 防御力っていうか回避率か。でアルガスは弓使い、これどうする。精神統一を覚えさせたいんだよね。で精神統一っていうのは攻撃を回避されなくなる。
指定したパネルにいれば必ず攻撃を成功させる。これいいよね。弓使いとすげえ合ってる。315溜まってて400だから、ちょっとアルガスこのままでいくか。で、ナイトの武器装備型200かかるんで、若干足りない。見習い戦士。いらないな。見習い戦士なのにヘッドブレイクとアーマーブレイクがある。これ微妙にちょっと違うんだよね、そういえば。ディリートおまじないとか、こういうのだから。まあ、そんなところですね。思ってたよりはきつい。思ってたよりはきついんで、すいませんね、この2人。ディリータとアルガスにめっちゃ頼ってますけれども。ちょっと他のね、このキャラは、チャプター1は多分ずっとこの人たちついてくると思うんで、すいません、チャプター1はこの3人で攻略を進めていきたいと思います。一応、まあ、ラムザ一人旅っていうのが名目上ありますけれども、ゲストキャラクターはちょっと使っていいというルールに早々に変更させていただきたいと思います。というわけで、今回はじゃあこれで終了したいと思います。次回はここの貿易都市ドーターですね、攻略をしていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。